こんばんは、春風旅行者の佐藤でございます。今回はですね、チュニジアです。北アフリカのチュニジアですね。チュニジアはですね、本当にいいところがたくさんあるんですね。カルタゴの遺跡もありますし、世界遺産もたくさんあります。そしてですね、スターウォーズのロケ地なんかもあるんですね。そして旧市街とかですね、スークって市場のことですけれども、そんな楽しいところがたくさんあるチュニジアなんですけども、今回ご紹介するのはですね、その中でもナウテのビーチリゾート、ジェルバ島をご紹介したいと思います。まず最初にですね、もう皆様が気になっていらっしゃる新規感染者数、このコロナウイルスのですね、新規感染者数なんですけども、一体チュニジアはどうなっているんでしょうか。北アフリカということもあってですね、ちょっとご不安になられていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、このグラフをご覧ください。ご覧いただけますでしょうかね。これ6月4日の時点のものが最新なんですけれども、なんと感染者数ゼロです。3月とか4月のあたりですね、結構たくさんの感染者の方がいらっしゃったんですけれども、6月のここですね、6月4日と書いてあります。ご覧いただけますでしょうか。6月の4日時点で感染者数は、新規の感染者数はゼロです。このような感じでですね、もう 減速の一途ですね、収束へ向かってまっしぐらという感じのチュニジアなんですけれども、こんな状態が続くのであればですね、チュニジアの上のご旅行も安心して行かれるって、そんな感じですね。でまずそのチュニジアなんですけれども、この場所ですね、この青いのは地中海です。でこの三角形があるのは、これはですね、シチリア島、イタリアのシチリア島なんですね。でちょっとご覧いただけるかどうか分からないですけども、ここにですね、マルタ島っていうのがあるんですね。結構緯度としては北アフリカよりも南の方に来ている、マルタ島ですね。でこの一番端っこの方にあるんです。大体これですね、スペインなんですね。そんな立地にあるのがチュニジアで、これちょっと拡大してみますね。このですね、ここにあるのがチュニスという、チュニジアの首都なんで、一番大きな都市なんですけども、そこからですね、ここですね、ジェルバ島というのがここにあるわけです。で、陸地からはそんなに離れてないんですけれども、大体チュニスですね、首都から1時間で、飛行機で1時間ぐらいで来る、そんな場所ですね。で日本への行き方と、日本からの行き方としましては、やはり一旦チュニスに入って、チュニスに入るのはやっぱり最低でも1回乗り継ぎは必要です。チョコビないの でそこから乗り継いで、ジェルバ島に国内線で行くというのが一般的な生き方なんですけれども、ただですね、これもともとフランス領でしたので、そのパリからですね、実はジェルバ島に直行便が飛ぶんですね。これはシーズン、バカンスシーズンで毎日ではないんですけれども、例えば最初パリにですね、2泊か3泊ぐらいされて、いろいろパリで遊んで、その後そのビーチリゾートとしてジェルバ島に行かれたいっていう方の場合はですね、パリからの直行便がある日に合わせていただければ、チュニスを経由することなくですね、ジェルバ島に行かれるっていう、そんな風なチュニジアのジェルバ島なんですね。このジェルバ島のこのビーチはどうなるのかというとですね、素敵なですね、この白い砂浜のビーチですね。そしてちょっとこう細いんですけどね、エメラルドグリーンの海岸ですね、海ですね。そして上はこう、ブルーとですね、ちょっとチュニジアらしさかどうか分かりませんけど、ちょっとこのキノコのようなビーチもあるそうですね。こんなですね、それほどこう混み合っているわけでもないですし、綺麗なビーチが広がっているのがジェルバ島なんですね。でですね、このジェルバ島にもですね、いろいろこう見どころはあるんですけれども、ちょっとですね、そのキーとなる、つまりご宿泊施設ですね、そのホテルを今回はちょっとクローズアップしてご紹介してみたいと思います。それがですね、ちょっとこう舌を噛みそうな名前なんですけれども、ハスドルバルですね、ハスドルバルプレステージタラッサ&スパジェルバ、タラッサというのはタラソのことですね、タラソテラピーとかありますよね。そのそれですね、タラソスパのあるホテルなんですね。もちろん5スターです。非常に大きなホテルです。これちょっとですね、Google の航空写真で見てみると分かるんですけども、ここがホテルなんですね。ここがホテルなんですけれども、この周りにもですね、たくさんのホテルがあるんですよ。たくさんのホテルがあるんですけれども、あまりにも小さいのでほとんどわからない。そんな上空からの写真でも、ここのホテル、ハストルバルだけはよく見える。でもそのぐらい巨大なホテルなんですね。真ん中にプールがあって、そしてすぐそこはビーチです。オンザビーチに立っていて、プライベートビーチではないですけれども、ほぼプライベートビーチのような感覚でご利用いただけるビーチですね。でですね、これがそのお部屋からですね、ホテルが囲んでいるようなプールですね。そのプールとその向こうの地中海をこう見ているようなところなんですけども、本当にもう青い色がきれいに映っていますよね。でですね、このホテルのお部屋なんですけれども、今回ですね、ジュニアスイートをご紹介してみようと思います。このスイートルームというのはですね、ベッドルームとリビングルームがですね、それぞれ独立しているタイプのお部屋を、スイートルームというんですね。でジュニアスイートの場合はスイートの中でも割とリーズナブルな形のグレードなので、
部屋がですね一つになっているようなケースも若干あるんですね、まあ、何らかの仕切りはありますけれども、でその中でこれはですね、ツインベッドですね、まあ、日本人のお客様の場合です、ね、やっぱりダブルベッドよりもツインベッドを好まれる傾向にありますので、まあ、やはりこのホテルもですね、ツインベッドをまあご用意していると。もちろんですねダブルベッドもございます。ツインルームのないホテルってのはありますけれども、ダブルルームのないホテルってないですから、基本はダブルルームなので、こちらのツインルームもですねそれほどたくさん数があるわけではないので、ご希望のお客様はお早めにされて、まあ、ご指定いただければですねツインルームをご提供させていただけると思います。でですね、これは先ほどのですね、ちょっと先ほどの写真と似てるんですけれども、このお部屋のテラスからですね、こうちょっと見にくいんですね、この辺にプールがあって、そして向こうに海が見える、まあ、そういう写真なんですね、まあ、ですからですね、このそのお部屋でくつろぐのもいいですし、この外に出てですね、このバルコニーでですね、このバルコニーチェアなんかありますから、そこでこうなんかワインなんか飲みながらですね、こう外をこうずっとこう眺めていらっしゃるっていうところも贅沢な休日で、でお隣のバルコニーともこうすぐ近いので、ではちょっとこうお話しされてですね、仲良くなられたら一緒に晩ご飯食べに行こうみたいなですね、そんなのもまあ楽しい旅の醍醐味かなっていうふうにも思います。でですね、バスルームがすごいんです。これバスタブですね。で一般的にこう考えるのは、バスタブって壁にこうくっついてるじゃないですか、スペース的な意味もあって、これ壁にくっついてないんですね。もう部屋の真ん中にドーンと鎮座したので、王様のバスタブみたいな感じなんですけども、これはまさに部屋が広いということを、まあが今意味することで、部屋の広さのなせる技なんですよね。ただちょっと慣れてないと落ち着かないと思いますよね。ですから最初の日はちょっと落ち着かない、でも2日目になりますとなぜか皆さん落ち着くんですよね、まあ、慣れるんですよね。でシャワールームはですね別にですねこちらの方に、あります。まあ、そのぐらい広い、お部屋のホテルということなんですね。でですね、やはり何といってもタラソスパなんですから、スパですよね。これスパ専用のプールです。まあとにかく大きいですね。非常に広い、まあ、お部屋があるだけ広いわけですから、スパも当然広いわけですね。でですね、やはりご家族様でも、それからご夫婦様でもですね、それから恋人同士でもですね行かれると、やっぱり何がしか女性の方がこうちょっとお疲れになる、気を配られたりしてお疲れになる、そういう時はですねやはりこのスパでですね、お父さんとかですね、そのご主人様がですね海でバチバチ遊んでる時にですね、こうこのスパでこの施術ですね、そこでですね、まあ、これ2人用ですけれども、1人ベッド1つだけ のプライベートなものもお部屋もございます。そこでですねこうゆったりくつろいでいただいて、まあ、奥様とそれからお嬢様とそして大奥様とですね、こう皆さんでこうしっかりくつろいでいただいて、もちろんタラソスパですから 海藻のエキスとかですね、それから海のミネラルを十分含んだそういうクリームをたっぷり塗って、そのいろいろマッサージをしていただいてですね、心と体のこう疲れをほぐしてしっかりリラックスしていただいて、また明日からのビーチでのアクティビティですか、まあ、いろんなところの観光なんかのために準備万端整えていただければよろしいかなというふうに思います。今回はですね、このチュニジアの、まあ、結構有名なビーチリゾートのホテルは、ごめんなさい、島であるジェルバ島ですね、まあ、飛行機でこう行くのが一番簡単なんですけれども、まあ、フライトによっては、また時期によってはパリからの直行便もございます。まあ、ですね、これ今ご覧になっていただいているのはこうビーチにラクダさんがいるんですけれども、これはですね、キャメルライドといってですね、まあ、そこでのアクティビティ、ビーチでのアクティビティなんですけれども、まあ、ホテルのすぐ目の前ではないんですけどね、別なところでやってるアクティビティなんですけれども、まあ、こうクラクドさんに乗ってですね、そのビーチを散歩すると、まあ、なかなか日本でもですね、そのラクダに乗って散歩するっていうチャンスはなかなかないし、まあ、別にしたいとも思わないとおっしゃられるかもしれませんけれども、まあ、チュニジアに行ったんですからね、こうたまにはちょっとこう違うアクティビティということで、このキャメルライドなんかもですね楽しんでいただければ、また旅の一つのこう思い出に、あの時ラクダ乗ったよねみたいな感じで面白いんじゃないかと思います。実はですね、チュニジアではまだ未確認情報なんですけども、6月の後半に国境を開けると、つまり観光客に対して国境を開放するという情報も出ております。まだこれ未確認情報なので、正式な書面が発出されておりませんので、これが分かりましたらですね、また改めて動画を作って皆様にお届けしたいと思います。それではチャンネル登録をお願いいたします。ありがとうございました。